英語の三種の神器についてお話ししたいと思います。Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、英語の三種の神器のお話をしたいと思います。なんじゃそりゃって感じなんですけどもね。ちょっとその前に軽く私の自己紹介をしますと、私はまあ25年以上にわたって英語発音コーチ、アメリカ英語の発音コーチをやっております。で、私の著書後ろに2冊ありますけれども、気になる方は概要欄に詳細載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。で、英語のね、三種の神器ですけれどもね、もうこれね、何かっていうと、もう最初にね、全部言ってしまいますね。一つは鏡ですね。それから二つ目はストップウォッチ。それから三つ目は何か録音するものです。IC レコーダーとかですね。これが三種の神器です。で、このお話はね、すっごい昔の動画にね、上げてます、私。6年ぐらい前の。でも、ちょっと古い動画で、なんか暗いし、わかりにくいので、もう一回撮り直しました。ね、昔のやつを掘り起こすと見つかると思います。で、このね、なんで三種の神器って言ってるかっていうと、英語をね、こう習得する上で、この三つはね、絶対ね、用意しておかなきゃいけないんですね。で、一個ずつね、何に使うか、なぜ必要かという話をしていきたいと思います。まず、鏡ですね。手鏡とかでもいいです。手鏡だと移動中とかでもこう口を見ながら練習したりとかできるので、まあ、女性の場合はコンパクトを持ってることが多いので、それで見ればいいですし、男性の場合はね、ちょっと手鏡をね、100円ショップとかで売ってるので購入してください。で、ちょっとそんな移動中とか人前でって思う方は、こういうね、普通の鏡ですね、を用意してみてください。で、男性はね、持ってないかもしれないんですけど、女性の場合多分メイクするときにね、鏡があると思うんです。私の場合こういう感じのね、鏡を持っているので、この鏡を使って、こう鏡をこう置いて、テーブルにドーンと置いて、こういう感じで自分の口元を見ながら練習します。で、大体その映像を見ながら、練習することが多いので、そのネイティブの人の映像のそのスクリーンの横にこれを置いて、自分の口も顔とネイティブの口元を見比べながら練習します。そうすることで、その話す時の表情とかもね、見てるうちに似てくるんですよ。人間って。たまに電車の中で漫画を読んでる人とかいるじゃないですか。ね、で、漫画を読んでると、その漫画の主人公とかキャラに感情移入するとね、そのね、こう、キャラの表情が乗り移るんですよ。なので、とかしながら読んでる男性とかでね、多いんですけどね、いますよね。あれってこう、夢中で読んでるうちに、そのコマのね、表情、絵の漫画のね、キャラの表情が映るんですよ。で、こんな感じになったりしてるんですね。で、それは無意識でそうなります。なので、漫画でもそうなるので、実際の人物だと、まさにそうなります。真似してると。で、それがとても外国語学習にね、役に立つので、表情とか、ここの筋肉の使い方とかが、参考になるので、絶対鏡を置いてください。もう男性ね、ない人はもう買ってください。通販で、こういう鏡を。で、こう置きましょう、ドンと。で、置いて、自分の顔を見ながら練習する。これ必ずやってくださいね。口元とかね、舌の動きとか見えますからね。そういうのを見ながらやってください。で、もう一つはね、これね、意外と知らない人がいるんですけれども、ストップウォッチ。で、ストップウォッチも、今はスマホの中にね、ストップウォッチの機能があるので、それを使ってもいいと思いますし、あとはもうこういうストップウォッチをね、本当に買ってやってもいいと思います。で、何をするかというと、自分がね、音読の練習をしているときに、初見で読んだときに、どれぐらい時間かかったかっていうのを測ってください。何分ぐらいかかったか。ね。何分で読めたかです。初見で。で、それがね、学習の参考になっていきます。例えば、TOEIC みたいな、ああいう資格試験を受ける方は、長文読まなきゃいけないんで、早くね。なので、どれぐらいのスピードで読めるかっていうのを自分がね、知っておくって大事です。で、初見で読んで、例えば2分50秒かかったと、短いパッセージが。そしたらちょっと読む練習して、読みにくいところとかね、発音しにくそうな単語とか、でそういうのちょっと意味わかんないところとか辞書で調べたりして、で、もう一回読んでみます。で、だんだんちょっとこなれてきたなと思ったら、もう一回ね、タイム測ってみます。で、さっき初見で読んだ時とどれぐらいタイムが縮まってるかですね。
うん、っていうのをやってみるといいと思います。でこの時に大事なのがひたすら早く読もうとしないことです。速さが重要なのではなくて正確に読めるっていうことが大事なので、なので速さを競うというよりも目安として初見でどれぐらいの時間で読めるのかっていうのを知るっていう意味で重要です。でなんか記録取っとくといいと思います。でそれをずっとずっとやってると3ヶ月後とか半年後になった時に同じような長さのパッセージを多分前は3分ぐらいかかってたのが2分ぐらいで読めるようになったとか1分半で読めるようになったっていう風になっていくと思うんですね。なのでそういうのを記録をつけるっていう意味でもストップウォッチは必ず使うようにしてください。で最後はね IC レコーダー、これはもう言わずもがなだと思うんですが自分の声を聞くことってすごく大事ですね。自分ではできてるつもりでも実際客観的に聞いてみたらあれなんか違うっていうことはすっごくあると思います。でこれももう今までの、ね、いろんな動画で何度も言ってるんですけども、自分の声を聞かないで語学を上達させるってことは無理です、ね。うん、自分の踊ってる姿を見ないでダンス上手になれないのと同じです。必ず鏡張りの部屋でダンスとかエアロビってやるじゃないですか。あれは自分の姿勢とかこう手の向きとか、ね、体のこう揺れ方とか角度とかをちゃんと確認してるわけですよね。軸がずれてないかとか。でそれを見ながらやらないと練習にならないんですよ。で語学も同じです。自分の音を聞かないと全然上達しません。なので必ず録音してください。で IC レコーダーじゃなくても今はそれこそスマホとかに録音機能ついてますし、なんだったらね動画で撮るのもいいです。動画で撮ると口の動きも自分のね見えますから、で音と自分の口の動きを見ながら、あ全然ダメだわとかね、あここもうちょっとこうした方がいいなっていうのを自分で分析して次の練習に生かすってことができますから。なのでこの3つですね、三種の神器もう一回言いますよ。一つは鏡です。できればこういう大きい鏡ですね、手鏡でもいいですけれどもね。で二つ目がストップウォッチですね、時間を測る、タイムを測る。で三つ目が録音するものですね、 IC レコーダーとかスマホでもいいです。それを使うことによってですね、自分の正しい口の動きだったり発音っていうのをチェックすることができるので、ぜひね、いやそんなやったことなかったっていう人はまずこの3つをね準備するところから始めましょう、ね。多分すでにスマホ持ってる方だったら持ってるはずです、全ての機能で。いやいやうちスマホないっていう方はストップウォッチとか、あとはその録音できるやつね、安いのでいくらでも売ってますから、ぜひ入手するようにしてください。以上今日は英語学習の三種の神器についてのお話でした。何か質問とリクエスト等ありましたら下のコメント欄に書いてください。で今日の動画が役に立ったっていう方は高評価ボタンの方お願いします。またこの動画まだチャンネル登録してないっていう方はこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See ya! Thanks for watching. If you liked this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。基礎から応用まで学べるユミの脱カタカナ英語マニュアルはコジハルさんの CM でおなじみのベースにて販売中です。また Uconnect のアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です。詳細は概要欄を見てくださいね。